こんばんは。どうも、仰天ゆりなです。そうなんですよ、生誕祭ね、決まりまして、5月4日っていう、もうこの今明日のハルコンタイトのコンサート終わったらもうすぐっていうね。私2ヶ月出てないんですよ、サムネイル公演。だからマジで起こさないといけないんですけど、4日までとりあえず1日休みなんですよね、4日まで。その一日で頑張って振り起こしをして頑張りますやばいよね、久しぶりなの嫌なんだよね。そう、久しぶりだとさ、自信持って踊れないからさ不安すぎて。まあでもあんまりね、離れたらいかんなと思って、まあ生誕やりますかって言われたので、あ、やりますって言って5月4日になったんですけど、そう、ちょっとね、なんかちょっとね、日程的にね、その5月4日じゃないですか。だからこのハルコンとエイトコンで29、30、自分で決められないですよ。この日に生誕どうですかって言われて、別に私がじゃあ5月8日がいいですって言ってできるわけじゃないんですけど5月4日にサムネイル公演やるから生誕どうですかって言われて、でもさ、どんどん伸びてもさ、なんか伸びてもさ、誕生日からどんどん離れるだけやから、あ、じゃあやりますって言って言いましたね。いや別に本当はもうちょっとね、後でもよかったんですけど、私的にこのきつい時になーみたいなちょっと全然一服できないなーと思って、このハルコンとエイトコン終わって、私2ヶ月も空いてるから振り起こさないと、覚えてないから、そうって思ったんですけど、あんま離れすぎてもなーって、それで「いや」って言ったら、どん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 私のサムネイル公演が2ヶ月10日ぶりとか2ヶ月3ヶ月ぶりとかなっちゃうからね、まあ、そうなる前に少しでもと思って。そう、でもね、本当はね、もうちょっと後が良かったんですよ。4月20、あ、29と30日にエイトコンとハルコンするじゃないですか。
それで5月4日にってなったら、その地方の人が4月末に来るっていう風に来てるじゃないですか。でそれから4日後に生誕ってなったら、また自分の家に帰ってでまた東京に来るってことになると、なんか地方民の人は生誕に来ないかなって思っちゃったんですけど、まあでも、まあでも残念ながらそこまでの決定権はないので、まあやりますって言ったんですけど、そう、ちょっとね微妙だよね。だって4日で、で1日空いて6、7がお話し会だから、なんかすごい空き方がめっちゃ微妙やから、ちょっと地方民の人しんどいかなと思ったけど、まあでもちょっと仕方ない。そこはちょっとさすがにそんなに権力のある人間じゃないからっていう感じかなってちょっと思ったんですけど、まあ来れる人は来てくださいっていう感じです。来れる人はあのお待ちしておりますみたいな、ちょっと難しい、人それぞれだと思うんですけど、ねえ、まあちょっとね、あんまりね逆にねちょっと遅くなるとなるとであれだなって思ったので、ちょっとね5月4日っていう地方民にはきついかもしれないですけども、よろしくお願いします。あ、そうそうそう、カフェイベみたいなのあるね。なんなんあれあのカフェイベってなんなん、てかもう発表になってんの、なんで知ってんの、もう発表になったん、なんで知っとん、発表なっとん、あ、発表されたんや、知らんかった、なんで知ったんやろうと思ったわそうなんや、何あれ、カフェのさ、今カフェやってるやん、コラボカフェ、あれの何場所で CD のお渡し会するみたいなことなんですかね、そういうことでやってるんかな、そういう風な認識してるけど、そういうことね、 CD のお渡しなんだ。なんかさ、カフェイベのさなんか案件みたいなの来た時にさ、あ、私カフェイベ出てないけどって思った、そのカフェのカフェの、A、あの今回のシングルの選抜プラスカフェイベの選抜あるじゃないですか、どっちにも入ってないけどと思ってさ、なんでカフェイベと思ったんですよ。だってさ、そこのグッズにも確実に触ってないければ、ご飯のメニューにも触ってないのにさ、なんでなんだろうと思ったらさ、そういうことね、そのイベントで CD 渡しますよっていうことか、あー、そういうことね、通りでおかしいと思ったなんでないのに、自分のカフェイベ選抜でもないの、なんでなんだろうって思ってたわそういうこと、あー、そういうことか、へえー、あーね、サイン入りらしいよ、え、そうなん、じゃあめっちゃサインせんと、え、なんかくじとかなんかな、当たった人とか、そういうことちゃう、また枚数決まってるパティーンかな、全然知らんけどさ、どういう感じなんだろう、先着順ですね、だって、あ、ほんとに、そうなんや、
そっか。どこでやるのって、カフェのある場所じゃないの？私はあれがどこにあるのか知らんけど、カフェの場所じゃないですかね、多分。カフェの店、店でやるんちゃう？だってカフェイベって書いてたもん。でも私ちょっとわからない、カフェの選抜じゃないからごめんなさい。AKB カフェじゃないよ多分。短期のカフェのやつね。あの、わかるみんな。あのコラボ、あのなんて言ったらいいんだ、コラボのやつ。まあ、調べて、詳しいことは難しい。伝えづらいわ。原宿だった。あ、マジか。原宿にあんねんや。カフェのご飯食べれるんかな。食べたいな。食べたい。お腹すいた。いや、ご飯は食べたけど、お腹すいたよね、絶対その時。夜なんや。あ、カフェイベ夜なん。私時間知らんのやけど。夜ですか。オッケーオッケー、夜か。じゃあ夜って思っとくね。18時から。結構遅いね。ラフォーレの斜め前みたい。あ、そうなんや、そんなとこにあるんや。へえ、初知り。二部制、18時が一部からってこと。そんなのどこに載ってんの。もしかしてさっき発表になったとか、ついさっき発表になった。違う違う。私がツイッター見たった時そんな発表なかった気がしない。分からん、見逃してるだけ。見逃してるだけもワンチャンあるよね、大いに。分かんないや。そうなんだ、二部制なんだ。ありがとう。そっかそっか、じゃあお楽しみにってことにしといてお楽しみにってことにしといて。あ、そうだ、それこそあれだ、ヘックリが取れてた。なんだっけ、忘れたわ。あー、そうそうそう、私いいね押したんだけどさ、エイトのさ、ブルーチェックのさ、めっちゃ長く着てたさ、何年着てたんやろっていうぐらいすごい長い期間着てた青のチェックの衣装のアクスタがね、発売されましたね。皆さんチェックしましたか。私いいね押したんだけど、ツイートされて7分後ぐらいに見て、あ、マジかってなって、とりあえず後で告知するようにいいね押しとこうと思って、とりあえずいいねだけ押してみたんやけど。
その超懐かしい、アクスタ、アクスタ、アーチェックワンピースのアクスタ、5月9だってご予約は。ちなみにメンバーみんなね映ってるんですけど、あのモザイク画質悪すぎて、ちょっと私の認識は、あのビジュアルの認識は残念ながらできないから、ちょっと申し訳ないんですけど、これです。私あの拡大したらこんなにもモザイクなんですけど、まあみんな自分で見てくれ。もう5月9なんでね、土台が香川ってなってる。かわいい、こんな感じ。土台が香川って懸命になっててかわいいですね。ちょっとねこうやって拡大したらね、あのね画質悪すぎてねぼやけてしか見えないので、まあ皆さん頑張って自分で見てください。でもう一個は、これは5月2日やって、あ違う、ご予約は5月2日までだ、まで間違えたわ。明日から開始だって。明日からチームメイトハローキティのコラボ別生写真5枚セット、これ私アイコンとかにユリナおるんだけど、この私めっちゃ漏れてるから、みんなぜひ買った方がいいと思う。あの意外にね漏れてる、うん、あんまブサイクな写真ないから結構いい感じだと個人的にすごく思います。これ今回漏れてるからマジぜひゲットしてほしい、キティちゃんとのやつ。今回のねこれ写りいいんですよ、だからよかったらぜひぜひチェックしてください。この2つ、アクスタとこのキティちゃんの生写真かな。まああとはねグッズがいろいろあるんですけど、個別生写真5枚セットとかもあるんや。しかもこのさ衣装キーホルダーとかもあるんやな。わあめっちゃエモいよ、プリウスのさこの衣装とかエモすぎなんだけど、やば、初期の頃これさ、この衣装知ってる人マジで少ないんじゃないか、もしかして。え、この間山のジャックバッタの衣装とかさ MV 以降着てないんだけど、蜂の巣の衣装とかね。あこの色の組み合わせは誰なんやろ。これねみんなスポーティーの色の組み合わせってみんな違くて、私は黄色とピンクと入ってるんですけど、メインが黄色なんですけど、あとこの制服の羽のね、もうこの制服の羽の衣装も真夏なのに制服の羽の衣装着ててめっちゃ暑かった思い出。あとこのね青チェック、これももう何年も着倒しまくったやつで、これ47のね衣装あんまり着てないかも。これでこれは桜チェックっていう8種類があります。でこのねみんなも多分結構買ってくれたと思う、この届いたよって結構コメント見たキーチェーン、これうちの親も買ってたわこのキーチェーン。あとこのタオルとかね、うちの親も買ってたわこのタオル。このバッジはうちの親買おうか迷うって言ってたけど、どうしたんやろ分からんけど、あのよくうちらがこの青のこの青のチェックの時名札つけてたやつにめっちゃ似てる、同じかなデザイン、これが多分そうなってるやつですね。とこの生写真とかもありますけど、生写真赤チェック着てるわ、赤い、なんだろう、何の衣装だこれ。
ウザーとかの衣装かな、これ。あと青の衣装の生女子、お鉢持ってる鉢、これです、これです、これぐらいかな、グッズは。ひーちゃんプロデュースだって、すごい。なんて読むのこれ、 From Dance by Toy Se Tomi Se、 読めない英語だけど、もあるみたい、すごいね。いいちゃんのツイッターかなんかでそういや見たわ、着画っていうの、なんだっけ、第7ねストーリーかなって見て、これ何なんだろうとかって思ってたけど、これか、すごいですね。いてててて、てな感じですよ、こんな感じです、いかがですか、ぜひゲットしてくださいね。いや、キティちゃんとのコラボのやつはマジで私顔面漏れてるから、あれはマジで買いやと思う、あれマジで顔面漏れてる、買いやわ。その他はまあよかったら買ってください。明日が2日間頑張って、ありがとう、頑張ります。もうね準備もした、もう今日家から帰ってきてすぐに身支度をしだす私っていうな、うん、帰ってきてさ休む間もなくすぐ身支度しだしたよな、ゆりな。人が開けた場所で帰ってきたらすぐ身支度しでさ、それでさ荷物がさ一泊分しかないからめっちゃ少ないわけよ、だからさめっちゃさ不安すぎてさ、え、これあ何思い出した、びっくりした、あれよあれ、メイク落とし持ってってないわ、危な、あぶねえ、メイク落としと洗顔、あぶねえ、これがない、覚えといて、はい、姉ちゃん忘れるけん、うん、この2つや、なんか足りないなってずっと思っとったん、準備できとるはずやの、服もメイク道具もあのお風呂上がったケア品も なんか足りへんなと思っとった、風呂の中での出来事を忘れてるわ、まあでも二人部屋やから別に忘れたら借りしてって言えばいいんけど、でもちょっと自分の持って いかなあかんからって言ってさ、このさ本番になってとうとう忘れた、笑うよな。ああ服がないってなる、次の日の服がないってなる、よかったよかった、よし、まあその中にもすぐ身支度をねした私すごくない、マジで休む暇もなく、なんか帰ってきて疲れまくってのは何でか知らんけど、もう秒速で身支度をするところに、あっ一式全部そう、うん、え一式持っていくのちょっとだるいな、中に入っとる、うん、さあすごいでしょ、こういうとこが姉と妹のね違いなの、これはクレンジング、ああ
洗顔とクレンジング、うん、それ洗顔も何泡なん？これはオイル。あ、オイルか。これはこれ。あ、オッケーオッケー。持ってく？これうん、持ってく。私は結構ね、もう早い段階から。ちなみにここにこれもあるよ。うわ、どうしようかな。こうでもいいし、そっちがいいな。うんうん、入っとる？ちょっと足りんかを入れて、新しいか。オッケーオッケー。同じやつ。オッケー。なんかね、妹とね、あの私の違いは、私はこうやってすぐ準備するんですよ。妹はマジで夜の夜中の、本当に夜中にならないと準備しない。だって使うものすぎてさ。え、使うものもあるけど、それはそれで別やん。またえ、もう入れとるやん。それはもうキャリーバーンって開いて入れとるね。あれで入れたんやね。当日使うものが多すぎるんやって。でもね、メイク道具と夜にこの使う意識、ま、全くあの全部入れとるやん。空っぽの時はとかはさ、だって姉がさ起きとる時に準備まだしてなくてびっくりしたもん。そもそもだって起きるのが遅いもん。そうそうなんですよ、ね、やばいよね。姉ちゃんは基本的にもう起きた時には全部準備して捨てたい人なんですよ。だから朝起きたらもう着る服も全部置いてあるんで、決めてるの前日の夜に。それはしとるって。ここは違う違う違う、そういう意味じゃない。こういうのがいいんです。でも妹はすごくギリギリびっくりする。もう姉ちゃん寝るけど準備はみたいな、うん今からとか言って。すごい、当日に使うものが多いです。すごいよね、マイペース。そういうとこめっちゃマイペースだと思う。間に合うからいいよ結局、うん、キャリー持ってるときはギリギリじゃないけ、ちゃんと早めに持ち出るって。いつもより5分以上早く出るから。だってすごいよな。だってさ、家出る5分前とかに前髪やんやんやと。びっくりする。家出る5分前、姉ちゃんもマスクもしてさ、もう靴発狂んやけど。それのえ、もう行くんって言うもん、ね。そうやで。だってもうこうやって完璧にしてさ、あれもう行く、うん、あと10分後。ほんで5分後して、もう5分前、家出る5分前にもう靴履いてるから。そう。すごいでしょ。もうね、私は本当にそう。でも妹は家出る5分前に、え、あとあれやけどとか言ってたのに、まだあと5分あるよ、あと5分あるからとか言って前髪しだす。しかもめっちゃ目あのなんていうのさ、タイマー鳴らしまくるんやって、もうちょっとですよみたいなタイマーめっちゃうるさいの、ずーっとピコ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 鳴らしてる。じゃあ時計見んからちゃんと前日に家出る、その家出る時間とそれより10分前から鳴らしとんの。ただの迷惑私。本当にうるさい、本当にうるさい、本当にやばいよね。すごいよね、本当にすごい。それやってさ焦るんかなと思ったら全然焦ってないっていう。焦ろよってめっちゃ思うよ。姉ちゃんが心配して、え、もう大丈夫な時間、あと10分やでみたいなさ、あと5分やでってめっちゃ姉ちゃんが言うのした。うん大丈夫大丈夫とか言うてるんやで。メイクしか待ってない。信じられへん姉ちゃん。もう10分、姉ちゃん30分前でも焦るもん。起きてさいろいろやってさ、だいたい30、デリで30分前ぐらいにもう髪アイロンとかでこう髪の毛作るんやけど、最終できなくてもどうにかなるやん。そうやって、だから姉ちゃんも髪の毛一番最後やって言ってるやん。嘘、そうや、ちょっと早すぎて30分前に髪の毛をしだして、でもその30分前でも私は焦るのよ。あ、やばい、30分しかない、髪の毛って思うの。そう、でもすごいマイペース。うちの妹信じられへん、30分前で焦ってんね。妹は30分前でまだまだ余裕やとか言ってるからな。なんならパジャマ、そう、なんならパジャマ着替えてもないやで。びっくり、そんなことあると思って、あれよ、信じられへん、信じられへん、もう無理、信じてくれ、オルがここに。すごいよね、本当に性格出るわって思 う、 もう心配性の極みやからさ、私は結構早く出る。え、でもやからこそめっちゃ荷物多いよ妹子さん。うん、いつも全部2つ持っとる。私も荷物多い、時間だけ荷物多いし、メイク道具がでかい、でかい、でしょ、重い、同じぐらいあるよ。なんかさ使わへんのにどん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 メイクもメイクの中のコスメが増えていくんやんか。結局使うの毎回一緒やのにさ、なんかこれ使ってさよかったなと思って、でもその日使うか分からんので、その日使うかが、でもこれ使ってよかったからとりあえずポーチに入れとこう、入れるんやんか。で
本番使うか使わんかはマジでその時次第なんやけど、マジでどん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 パンパンになっていく。無理やり閉めてるもん今ポーチの扉、扉っていうのは蓋で、こっちもこんなに一泊やからさ、めちゃくちゃ荷物が少ないの。しかもまあコンサートっていうのもあるから、別にアイロンとかケープとか持っていかんでいいんですよ。もうリハ起きてリハ行くだけやから、だからそういうのもないから結構荷物が少なくて、着替えとメイクとそういうケア品となんかそういう充電器とかさ、立ち位置とかマスクとかさ、なんか歯磨きとかそういうさ、そういうものだけやからさ、もう少ない。いつも行くってなったらもうキャリー2泊3日でも3泊4日のキャリーパンパンにしていくぐらいの人間なんですよ。だからもうこの少ない量が信じられなくて、いまだにずっと不安、なんか大丈夫かなってずっと言われるけど、ずっと大丈夫かな大丈夫かなってずっと言うんやけど、本当にマジで心配性。どっちがいい？あ、こっちでいい。うん、下がるけど。え、だってこっち何の線がクリームジェル。クリーミーソープ洗顔料、これを泡立てるだけ。へえ、普通の洗顔と一緒だから。あ、じゃあプラプラにしよっかな。もうね、私は今回はかさばらないように化粧水とかも、あの試供品の化粧水持って行ってんの今回。こういあのコスメをさ、お店で買うとさ、試供品でさくれるじゃないですか、こういうミニなやつ。それを今回持って行ってる、化粧水も乳液も。でもパックするから別にあれないけど持って行ってる。そう、でもかさばるもんもういっぱいある。こういうので持ってったらすぐじゃない？うん、それ何？あ、そういうのでね、化粧水と乳液。うん、でももっとちっちゃいやん、姉が持っていけ。うん、だからこういうの試供品じゃなくてもうん。あー、うん、でももうな、昔はな、東京によく行きよったけん、そういうのにめっちゃ詰め替えてシャンプーとかリンスとか化粧水とか行きよったんやけど、結局な、もうな、あのなんだろう、泊まることがないのよ、そもそも帰ってくるからここに。だからもう泊まることがないから、逆にそういうのに入れるやん、使い切らんのやってってなったらもったいない、もうずっとそこにあるやん。でも次お家で使えばいい、使い切って干しとけばいい。あら、それが無理やから、めんどくさいんやろ、うん、もういつもの使いたいってなっちゃう。いつものを入れていくのに。うん、何そのこだわり。聞かれただけやん、容器。そう、よくわからんな、よくわからんけど、そう、なんか一回入れたらもう、はい、旅行用ってしたい。よくわからないですけど、こだわりですね私の。あとでナイロンに入れないかそれ、うん、ね、何のこだわりかわかんないですけど。自分でもよくわかんない。そう、いや、あまりこうやりたくない。ね、懐かしいな、あんなに荷造りのプロ並みに荷造りしてたのにな。もう慣れたもんだったの、荷造りなんて。ペペペペペっつって、はい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 って入れるもん決まってるからみたいな感じでやってたのに、なんかもう元々もうパックにしてあるの、なんかボディーソープ、シャンプー、リンスとかが入れ、もうあの顔洗うタオルとか洗顔とかそういうのが一式ま全部ポーチにこう入れとって、もう行く時はこれをそのまま入れれば OK みたいに作っとったんですけど、もうね、行かないですからそんなことないですから、もうそんなポーチはないですけど、毎回毎回行くときに準備するなったけど、そう、昔はねめちゃくちゃそういうなんかあのあれでしたね。そう思ったらなんかすごいですね、そんなに。そらまあ1ヶ月とかね、ゴールデンウィークとかね、あれだったしな。なんかさ、
一泊とかでさ、カバン一個で来る人おるやん。何入ってんのそのカバンだけでって思ってしまう。絶対収まりきらんやん、そのカバン一個で。しかもそのカバン仕事とかに持ってくるようなカバンでさ、何が入ってんのって思っちゃう。そんな小荷物羨ましいけどね。何が入ってるんだろうって思っちゃう。まあでもケア商品とか持ってってなかったら別にそうなんかな。例えばこうメンズの人とかだと、まあ、化粧水とか別にっていう人だと別にその辺のものいらないじゃないですか。化粧水とかさ、トリートメントとかさ、なんかそういうものとかいらないから、まあそうなると確かに荷物は少ないのかなってとかって思うんですけど。もう本当に心配でしかない。とりあえずまあ機械の電車賃があるかと。財布にお金入ってないことありすぎてやばいかな。まあでもこれだけるやろ。歯ブラシとかヒゲ剃りもホテルの、あ、歯ブラシはホテルで磨く歯ブラシはホテルの歯ブラシ使ってるけど、そのコンサートにあの、例えば、まあ、29とか30とかもそうだけど、ご飯食べたりするやん、その後に磨かないといけないから、携帯用の歯ブラシは持ってないと歯磨きできないから。そう、でもそのホテルにいる時の寝る前の歯磨きとかはホテルの歯磨きを使ってます、普通に。でそういうコンサートとかイベントとかそういう出張の場所のやつは、あの普通にその自分が持っている、常に持ち歩いてる歯磨きを使うって感じ。うん、そうそうそう。どういうこと？どういうこと？あ、ホテルの歯磨き粉じゃ洗った気しないって、確かにそれは分かる気がする。あ、チケットね、確かにそれはそう。チケット忘れたら元も子もないからな、入られへんし。航空チケットとかもそうやけど、ああいう気を忘れたらもうほんまに終わりやから、マジでそれだけはほんと気をつけないとですよね。めっちゃわかるその気持ち。
だから欠けてたりするんでしょ、みんなこうやってチケットホルダーとかにね。でも私昔よくそれこそこうなんだろう、行く時はポシェットずっと使ってました。なんかリュックとかで行くじゃん、そしてちっちゃいポシェットで、そこのポシェットにこう航空チケットだったりとか携帯だったりとかさって出さないといけないものを入れてました。ずっとここから斜めにかけてだとこうやってパッてできるから、そう高校生の時はずっとポシェットをずっとかけてました。のポシェットがあればOK だったし、なんなら昔そのポシェットがお財布になってるやつとか流行ってたじゃないですか。だからもうこのポシェットがそもそもお財布みたいな、なんかこうやって開けたらお札とかカードとか小銭とか入ってるやつにもうチケットも入れちゃって、で前のパカッてするとこに携帯しまってみたいな、もうこれが一応これがあればもう大丈夫みたいなのを作ってて、そうそれをよくしてました。そうするとそれがあればグッジョブって感じだし、このチケット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 とかなんなくて済むグッジョブって感めっちゃぼーっとする、もう眠いんやな私。めっちゃぼーっとしてた今。でももうちょっとそろそろ終了にするけど、ちょっともう終了にしますよ皆さん。すいませんけど明日明後日大変です。頑張りましょう。グッジョブ。モバイルバッテリーが最近モバイルバッテリーとか使わなさすぎて、モバイルバッテリーの充電があるのかが心配けど、まああるっていうことを信じて。なさすぎなかったらなかったときゃ充電器さすしかない。よっしゃ、じゃあランキング読みます。10歳ナッティさん、12位しまやさん、11位キリアさん、10位あやてん、あやてんさん、9位アマデウスさん、8位ヤングさん、 CD を私からのために帰国日を取り消したなんて、あマジで。7位沢正さん、6位秋彦さん、5位は相松さん、今年もゴールデンウィークは全部仕事ですだって、わー一緒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 とか言って4位サウロンさん、3位ツッチーさん、2位ニケオさん、コンサート頑張ってありがとう。そして今日の第1位はメトロポリスさんで、最終の東北新幹線移動中だって。おーマジか、北海道行ってたもんな昨日。というわけで皆さん明日の、コンサート一緒に盛り上がっていきましょう。イエーイ。というわけでじゃあ皆さんまた明日のね集合時間とかちょっとまだ来てないからわかんないんですけど、ちょっとまあ来たらって感じです。じゃあ皆さんまた明日。